はい、皆さんこんにちは、ピカです。前回呪服の大樹倒しましたね。で、前回助けたこの魔術師の人から今魔術を学びました。これ、まあ、なんか弱そうですけども、こんな感じですね。なんかこれはセンソールで買った火の玉ですけどね、3000ソールとかいうのもあったけど今ちょっとないんで、まあとりあえずこれ役に立つかは分かりませんが買っておきました。でもう一人なんか地下道のところにねいました。女の人、この人ですか。この人なんか奇跡教えてくれるみたいなんで、なんかいいのあればいいんだけどね。これも良さそうですね。瞬時に戻れるような魔法ですかね。まあ今はこの回復これFP が45か。どれがいいのかちょっとわからないですけど、まあこれ買っておきましょうか。Have a pleasant journey, Champion of Ash. I pray for your safety. で、なんか魔法もかがり火に記憶させないと使えないみたいなんですね。それも今や覚えました。じゃ早速ちょっと記憶させてきましょう。これスロットないんだよね。なんかスロットある瓶なかったかな。瓶というか指輪か。これでいいのか。あれ？あ、これで杖ないと使えないのか。ちょっと待ってね。装備、左手装備、ここにこれかな。これ装備すればいいのかな。で、スロット増える指輪なかったかな。ないな。なんかどっかの動画で見たのかな。ないですね。はい、じゃあこれにしとこうか。よし。で、これで使えそうだね。うん、使えそうだ。これで、あれ？あ、左手か。左手はこうか。そうか、そうか。よし。うん、これで、まあ、少しだけね、成長したかな。これで、なんかでも、武器替えがちょっと混乱しそうだけどね。でレベルは前回と同じ40
あ、前回より1個上がったのか。49ですね。はい。で、呪服の大樹の時に残り火一回使いましたね。で、残り火って死ぬまでなんか持つんですね。知らなかった。で、なんか調べたら回数に限りあるみたいで、ちょっと無駄遣いしたかな。よし。で、今回は呪服の大樹倒して、ここから進むのかな。で、この進む前にここ生贄の道まだ行ってないんで行ってみたいと思います。さあ、それでは行ってみましょう。はい、生贄の道ですね。はい、生贄にならなければいいんだけどもね。それでは行ってみようか。お、なんか、あ、ここになんかいるぞ。おっと。はい。お、よし。下にもいるな。これジャンプできるのかな。はい。よし。ん？喪失？喪失石？なんだこれ。どれだ？どれかもわかんないな。あ、これか。武器の変質強化を元に戻す。この炎属性を元に戻すいうことかな。よし。さあ、次はどこへ行けばいいのか。これは戻るのかな。あ、これは戻るか。なんかいっぱいいるぞ。こっち、こっちはどうだ。一人いるな。こっちは何もないのかな。じゃあ火の玉使ってみようか。あれ？火の玉。あれ？こうか。火の玉。届かない。やばい。あまり強くないな。おお、届く。おいおい、蹴るんじゃねえ、蹴るんじゃねえ。痛い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 。あ、死んでしまった。残り火が消えてしまった。
よし、来てくれ。あれ？来てくれ。あ、なんか毒出してるぞこいつ。あれ？なんか毒こっち来る。こっちかな。あそこになんかあるけどな、どうやって行くんだろう。なんか足音聞こえるね。あ、強そうな。くれ。おいおい、なんで切るんだよ。あー怖い。全然わかんない。ああダメだダメだダメだ。おいおい、もうボッコボコだよこれ。ああやばい。何匹来てんだよ。ああ怖い。あれ？怖い。やばい。残り火。ここ行けるのかな。あ、まだなんかいるぞ。これ羽生える前に倒したらまあなんとかなりそうだ。ここから行くのか、ここ落ちれるのかな。あ、かがり火ある。かがり火あるけど、なんか騎士みたいのいるぞ。あんなん勝てないでしょう。
れポイントできないということは味方なのかな。味方？味方か。Oh, hello. How do you do? I am Anri of Astora, unkindled like you. This is Horace, a friend and traveling companion. Are you too in search of the Lords of Cinder? We are well along the road of sacrifices. Below us is the Crucifixion Woods. Beyond the flooded woods lies Farron Keep, home of the Undead Legion. Further yet is the Cathedral of the Deep. We seek the cathedral, home of the grim Aldrich. We may go our separate ways now, but we are both seekers of lords. The next time we cross paths, one may find the other in a time of need. May the flames guide your way. Oh yes, Horace. He's not very talkative. But don't think ill of him. He's an upstanding, kind-hearted knight, a fine partner for this grueling journey. Without his help, I would have cursed this onerous duty long ago. これはなんか契約とかいうやつかな？これかな？これか、うん。この契約って何なんだろうな。あれ使えないのか。装備？装備していると自動で召喚される。装備の仕方がわからないぞ。装備これかな。違うな。あ、これか。契約これか。これ、はい。よし、これでどうなるのかな。わかんないけど。こっちから来たか。で、かがり火ね。で、あの下のなんかアイテム、ここから行けるのか。ああ、またこいつ。あのアイテム気になるね。あ、こう落ちてみよう。
でもなんか洞窟みたいだな。こっちから、え？こっちから行けるの？あ、なんかある。あ、こっちから行けそうや。ここか。あれ？何してんだこいつ。見て、見てて、て。おいおいおい。マジ？お、強い強い強い。痛い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 。よいしょ、痛い。おい、なんで蹴る。ああ肉たち包丁。山賊の斧。山賊セット。山賊の総担当。これが上から見てたアイテムかな。あとはないね。あれ？取れてない。取れてないな。ここ落ちるのか。落ちてみようか。おいおいおい、犬犬。怖い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 。まだどっかにいるか、いないか。門の指輪。なんだこれ。おお、奇跡の威力を高める、回復量増えるいうことか。よし。でこっちにもカリムの展示聖書。アイテムか。これかな。カリムの上位奇跡を学べるようになる。カリム。カリムという人から学ぶのか。カリムってあの奇跡もあの教えてくれる人かな。あ、ここにもなんかいるぞ。あ、なんか目赤いぞ。よし、これでここを落ちていけばいいんだね。よし、ここ行ってみよう。なんかアンリさんが深みの聖堂とかいうとこ目指してるって言ってたな。よし、ヤリくん、ヤリくん、うっ、すぐ行け。
バックスタブとかな、難しいね。あ、またヤリくん。はい、ヤリくん。なんかヤリくんいっぱいいるぞ。あれはカラスくんか。うわ、2体いるよ。いいや、この先制攻撃だ。あれ？なんだこれ。キノコくん。はい、キノコ。ヤリくん、ヤリくん、なんか犬いるぞ。犬、ヤリくん一人ずつ来てね。あれ、またか。ヤリくん、おお、なんかいる、なんかいる。あ、ここにもなんか総流の大盾、なんかかっこいいな。ちょっと今見る暇ねえな。なんかここにいっぱいいる。これおい、蹴らなくていいか。蹴らなくていい。なんかあのヤリくんから倒さないとね。おいおい、ヤリくん、わ、ここなんかどこがどこか全然わかんないな。なんかいるぞ。どこ？お前か。犬、犬、犬。あ、ヤリくん。あ、二人。やばい。ヤリくんいっぱいいるな。ヤリくん一人ずつ来てよ。やばい、逃げて。痛い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 。やばいぞ。どこどこ。ああ、強い。草門の盾。あ、なんかカニいるね。でかいね。こんなもん絶対ダメだよ。よし、
さあ、いっぺんちょっと回復してこよう。さあ、来なさい。よし。なんか、よし。通る。よっしゃ。痛い。相手、カニ。わあ、カニ見えなかった。いいのか？こっちは何してんの？あ、カニ怒ってきた。カニ怒ってきた。痛い。おい、マジで。ちょっと待って。怖い。あれ？何してんのこいつ。カニ怒ってるよ。痛い。あー、カニ強い。盾じゃねえなこれ。盾かと思ったら。おい、痛い。カニ来た。うわ、何こいつ。ちょっとお前やめろ。おい、蹴らなくていい。やめてくれ。おー、怖い。こうか。違う。あれ？こうか。カニまた気づきやがったぞ。当たるのか、おい。うわ、なんだこいつ。あ、怒ってきた。強い。あ、なんか泡だらけになっちまった。
今の当たんの？当たんの？難しいな。さあ、強いやつ来たぞ。今か。あ、やばい。逃げて。痛い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 。倒した。あのカニ無視してみよう。お前は死ね。こっちなんだ、行ってみよう。なんかあの強いやついる。うわ、騎士いるぞ。あいつは倒せないよ。もう一回だけ。弓矢か。こうか。戦ってみるか。ちょっと待って、うわやっぱり無理か。よし、あーっと
あそこにいるカニすごい強いんでね、こっち側行ってみよう。ちょっとあれレベル上げないと無理かもしれないな。こっち行ってみようか。これ盾ね、ちょっとかわしたよ。草門の盾か。パリーできるみたいだけど、ちょっとパリー練習してみようかな。ただ受けてるだけじゃちょっと弾かれまくるんでね。なんか墓背負った強いやつかな、あれ。こっちから行けるか。なんかアイテムいっぱいあるけど、カニがまた襲ってきそう。ほんと怖い。まあいいや、取ってみよう。あー、やっぱり墓のやつ来た。怖い。こいつの連続攻撃。連続攻撃5回来るのか。よし、こいつは生きてるのか。おい、蹴るな蹴るな。おい、やめてくれ。あー、死んだ。よし、やっと。あ、エストのかけら、やっとあの墓男倒したよ。あ、ここにもいるんだね。この火の玉あんまり強力じゃないからな。ダメだ、一気にやった方がいいな。死んでくれ。よし、この穴、この穴行ってみよう。わ、なんかいっぱいいるよ。
うわ、なんかでかいのいるぞ。一人ずつ来て。おお、なんだこれ。あのでかいの怖いな。一人ずつ。いたいたいた。はい。倒した。あ、来た。異端の杖？これ杖ってどこで強い弱い見るのかな、わかんないな。あー、なんかいるぞ。また痛い痛い。あ、トカゲ。トカゲ、トカゲ倒したい。おお、お前、お前。よし。なんだこの先、戦士たちの眠り。あのさっきの黒騎士かな。あんなもんダメだよ、勝てないよ。やりやろう。あれ？何もないのか、ここ。この先か。金鷹のコタテ。
こういうやつか。あまり強そうじゃないね。で、どこへ行けばいいのか。うわ、なんかいるぞ。あれも無理っぽい。ちょっとレベル上げてきますね。一つだけ。うわ、やめてくれ。お前は嫌だ。勝てた。あ、カニ来た。なんかアイテムあるぞ。古老の指輪。魔術師のローブ、魔術セット。心の指輪、魔法の唱える時間短くするのか。よし、さあ来い。痛い。うわっ、お前せっかくカニ追い詰めたのにな。どこ行ったんだ。あれはもう一匹のカニだろ。はい、それでは今回はここまでにしたいと思います。それではまた次回お会いしましょう。